翔です。日付変わるか変われへんかぐらいの12時ぐらいの時にちょっと無声してて、あれ、もう無声したんちゃうかな、なんか夢で無声してる夢、射精してる夢見たなと思って起きたら、案の定ズボンの中に手入れてて、ほんでもう精子が T シャツとかもう布団とかにもついてて、だるーと思って、バカだれ私のとか思って、ちょっとやってしまったっていう話です。以上です。チャンネル登録してな。